ッシー頑張れ、なんかつっしー井上まあでございます。そしてなんかつっしースタッフ浅田です。こんばんは、浅田さん、よろしくお願いいたします。浅田さん、主務ということでいいですね。なんかつっしーのね、何かで言いましたけど、そうなんです、主務になりました。主務、近くのね、サッカーチーム J リーグを目指しております、はい、そのチームの主務、浅田さんに今日もお話を伺っていきたいと思います。会っていました。実行委員とも呼ばれてます、はい、実行委員、分かりました。放送部長でもございますからね、この番組のそうです、ね、はい、リーダーでございますから、はい、今日も一つね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということでございます。頑張れ南葛 SC、 この番組はですね、葛飾から J リーグを目指しております。あと3回で J3 でございます。我々関東2部に挑んでおります南葛 SC の日々のドラマ、そして思いを追っていく番組でございます。ございます。この番組は私たちは皆様のブレーンでありたい。店舗の企画設計施工の専門家、株式会社東野ブレーンズ、ポスター印刷のぼり、垂れ幕、大盤プリントのことが何でもお任せ、報道会社インクマニア、北海道と南葛をつなぐ架け橋に、リフォームグッズ販売のことなら報道会社リンクの提供でお送りいたします。それでは今日もね、情報盛りだくさんで朝のさんと共にお送りします。頑張れ南葛市、行ってみましょう。それではせーの、キックオフ。ありがとうございます。さあ、改めまして井上麻でございます。そして南葛市主務の浅田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。浅田さん、まずはね、お便りも届いてますけれども、このお題でございますということでございます。まず土井さんからのお便りご紹介します。ありがとうございます。まあ、さん、浅田さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。ついに先週末より待望の関東リーグ2部開幕いたしました。我らが南葛 SC はドロー発進。チームの皆さん、初戦お疲れ様でした。そして今回も YouTube にての、発信ありがとうございましたということでございました。関東リーグは少ないチャンスでも正確なクロスを上げ、きっちり得点してくるし、簡単ではないなと思いました。それにしても南葛の2点目が入ってからの戦いは、あれでよかったのでしょうか。あと一歩で勝てたのに、どうもダメージの残る戦いだったように思います。しかし戦いは始まったばかり。しっかりとした準備をして、今週末のホームで楽しませていただきたいと思っております。頑張ってください。土井さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ということでございました。ちょっと間割愛しましたけれども、浅田さん、はいはい、ということで行われました関東リーグ2部初戦、アウェーとな前橋戦でございましたけれども、2対2ドロー、ね、はい、どんな試合だったでしょうか。浅田さんの方からお伝えいただければということですけどね。そうですね、はい、前半早い段階で、はい、先制ゴール、今季新加入の、はい、コーンのシュートのクロスからですね、はい、見事でした。見事なクロス、イボルでしたね。イボルでしたね。まあ、我らがエース、はい、佐々木龍太のヘディングシュートで、うんうんうん、先制点、そうでした、幸先よく決めましたけども、はい、うんうん、まあ、その後もですね、結構南葛の方がほとんどチャンスがあって、はい、いい形でゲームは進めていたんですけども、はい、やっぱりさすが関東リーグ所属するチームですね、はい、やっぱ勝負強い、うんうん、そうですね、うん、最後ね、しっかり追いついてきて突き放す南葛のね、終盤突き放すしたんですけれども、また追いついてきたというアディショナルタイムに。そうですね、やっぱりリスタートからのこういうセットプレー、はい、コーナーキックから同点ゴール決められましたけども、うん、やっぱこういうところもやっぱ強いですし、はい、あとはその最後の本当に、まあ、川本篤人がですね、はい、本当に87分後半終了間際のタイミングで、はい、2対1の追加点を、逆転ゴールでしたね、うん、あれも素晴らしかった。南葛やっぱりこう勝負強いと、よしもらったと、ね、うん、危なかったけどこの試合もらったと思ったのも束の間、うん、終了間際にですね、相手こぼれ球を拾った相手ね、の選手がクロスを上げ、ヘディングシュートが飛び込んできたところ、同点に追いつかれるということで、そのままホイッスルが鳴っての2対2の点がありましたけれどもね。だけど、ああいうところでビシッと決めてくるのが、やっぱこの関東リーグの猛者たちですね。本当ですね、逃さないね、チャンスはね。いや、もちろん南葛もクローズに向けてね、最後だからボールバレないようにね、もう攻撃を抑えて守備にという気持ちはもちろんあった中でってことですもんね。うん、まあそうですね、その、まあ、土井さんからお便りいただいたように、はい、確かにあの終わり方、試合のクローズの仕方っていうのは、はい、まあ、そうですね、間違ってはなかったかなとは思うんですけども、ただ、ね、勝負ごと相手のあることですから、またね、結果としてはっていう意味で言うと、はい、まあ、いい意味で課題が残りますし、まあ、ただとはいえ開幕戦って非常に難しいんでですね、はいはいはい、はい、南葛はね、3年連続開幕戦を引き分けておりますね。そうですね、はいはい、
本当やっぱ開幕戦難しくてですね、まあ、ただカトリーが初めての試合で、はい、まあ、勝ち点を取れたっていうのはまず、いや、そのポジティブにそう取る部分もね、あっていいと思うし、取るべきだとみんな思ってること所存ではありますよ。そうですね、はい、この勝ち点1が後で多分大きくくると思いますので、はい、前向きに次の戦いに向けてですね、また準備していきたいなと思います。はい、そして、竹さんからもいただいております、ありがとうございます。マーサーさん、こんばんは。こんばんは。いよいよカントリーが始まりましたね。遠方でのアウェイ戦でございました。選手スタッフの皆さん本当にお疲れ様でした。結果は勝ったかと思いましたが引き分け、これが上のカテゴリーの厳しさなのかと感じました。そんな中で掴み取ったアウェイでの勝ち点1、非常に大切ですよね。南葛 SC は関東リーグでも十分戦えるということが証明できたと思います。初戦の悔しさをバネに次戦11日のホーム開幕戦、ぜひ勝利を期待してます、ということで、竹さんありがとうございます。ありがとうございます。いや、佐田さん、はい、やはりこのカテゴリー上がって、今まで東京都リーグ1部からですね、関東リーグ2部、はい、これは同じサッカーですけども、何か感じていましたか？何が違うっていうの、雰囲気だったりとか、自分らのこう、いや、プレッシャーみたいなものだったりとか、はい、雰囲気とかそういうのはやっぱちょっと、うん、まあ、多少違うかなとは思いましたが、武さんも言われてるように、はいはい、十分ですね、うん、戦える自信もありましたし、はいはい、特にあの本当にこの前半左サイドですね、うん、新加入の2人、はい、河野修斗、あとは下平拓海、うん、この左サイドが本当に躍動してですね、はい、やっぱ相手の右のサイドは本当に困っていたので、まあ総合的に見ても特に前半はほとんど我々のペースで、うん、なるほど、十分戦えるっていう自信は本当に、ね、だからそのお二人をはじめとしたね、あの旧来の戦術、旧来の選手とその辺がもっと絡み合ってくれば、より戦力が増していくというプラスな要素を受け取ったってことですね、浅田さんとしては。そうですね、うん、あのすごくプラスな要素ばっかりなゲームだったと思いますし、はい、あと試合終わってからですね、対戦相手の選手たちにもちょっと知り合いというか、うん、話せる選手が何人かいましたので、はいはい、うん、ちょっと話してみたら、うん、いやー、なんか強いっすと。なるほど。もう、はい、最初前半どうなることやらと、うん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 、もう全然何もできないし、はい、もうやっぱちょっとそうでしたか、ギリギリで引き分けもっていけたんで、僕ら的にはラッキーですと。なるほど、まあ、そういう意見でしたね、相手は。はいはい、わかりました、ありがとうございます。まあ、アウェーということでね、あの前橋群馬まで出かけていって試合というのは、もう公式戦はなかなか今までなかった、その辺はいかがでしたか？そうですね、うん、非常にまあ本当のアウェー感があって、はい、非常にこう初めての本当のアウェーをちょっと経験させていただいたような感覚ではありますけども、うん、11時キックオフで前橋ですからね、なかなか移動とかもね、ご苦労なさったと思いますけどもね。あとはなおかつ、うん、あの土曜日ゲーム、はい、やっぱこの土曜日ゲームって我々したことないんですよ。今までは関東リーグでなく東京都リーグが、はい、日曜日多かったですよね。そうですね、はい、土曜日やったのは本当関東社会人、この関東リーグに上がる、はい、なるほど、トーナメントの時にやったぐらいでして、その辺も変わってくるわけですね。そうですね、はい、あと、まあ、やったことないそういう環境下がありましたので、非常にやっぱ難しい部分、選手もコンディションの部分もあったと思いますけどね。やっぱり1週間のサイクルの作り方とかもやっぱあるわけですかね、うん、そういう難しさ、まあ、チームとしてはやっぱそういう対策はしてますけども、あとはまあ選手個々でどういう風にできるかっていうところでやっぱ難しいかったかなと思いますけどね。やっぱり日曜日のがやりやすいんですか？どうですかね。ただ個人的にはこの土曜日ゲームって非常にある意味いいかなとも思ってます。あ、いい意味で、はあはあ、やっぱあの選手の休息が取れるんで、次の日日曜日とかで。ああ、なるほどなるほど。やっぱ、ね、今の南葛の選手みんな働いてるじゃないですか、はい、社会人チームですからね。そうですね、はい、あ、なるほど。月曜日にやっぱ朝から仕事になりますので、うん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 、今までみたいにこう日曜日の夜のゲームになって次の日の仕事を考えると、はいはいはい、体のコンディションとか体の具合という意味で中に1日本当に休暇取れるんで。そうかそうか。じゃあこっちに慣れてしまえばこっちの方がいいリズムできそうかなというのもありますかね。怪我のリスクとかコンディション含めて、もしかしたらこっちの方が選手にとっても負担は軽いのかなと。あと日曜日をね、意外とあの休息とあと家族とかいろんなことに使えたりとかっていうこともある、ね、それはありますよ ね、 ね、そういうことですよね、はい、あ、なるほどなるほど、そういうこともあるということですね、はい、分かりました、ありがとうございます。そして浅田さん、入井さんからもいただいております、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。浅田さん、こんばんは。こんばんは、入井です。関東2部リーグがいよいよ始まりましたね。都南前橋さんとの初戦、先生からの失点、そして追加点が入った時は勝てると思っちゃいました笑い、結果は引き分けでしたが、ワクワクした90分でした。
次戦ホームでの初勝利に期待いたします。待ちに待った現地応援も楽しみにしたいです。頑張れ南葛 SC。 ありがとうございます。入雪さんからいただきましたね。先ほどからねこういただいてますけど、皆さんオンラインで見ていただいたということでね、浅野さんありがとうございました。また南葛 SC 映像を届けていただいて、チームからね広報の伊藤さん含めてですね、さまざまな方のご協力で、はい、映像を配信させていただきましたけど、まあただそこはそこで映像の方も、うん、やっぱりさまざまな方からちょっといろんな課題ですとかいろんなことをご意見もいただきましたので、まあ、少しずつ改善させていただきながら、はい、皆さんがこう見るいい環境を作れるように、そうですね、まあ、ちょっとずつ積み上げています、はい、いやただまあ素晴らしいですよ。あそこから届けてもらうのはなかなか大変なことだと思いますしね。それであのね放送権のお金いただいてるわけでもないですし、まあ、ね、あれだけのものを届けていただいてるってことをね、あのちょっと代表して言わせてもらいますけどね、素晴らしいと思います、ね、なかなかリソース少ない中で、しかも試合の日にっていう中でね、ありがとうございます。あの、ね、YouTube のライブになったんですね今回から。から実はあの見やすいですね、すごい。はい、上にさせていただいたんですけど、違うアプリでね見せていただいてましたけど、そうなんですよ。はい、実はあの YouTube にしたのも。うんうん、いろんなご意見をいただいて、はいはい、あそうですか、ファンの皆さんから、はい、ええ、今あの新しいテレビってリモコンに YouTube のボタンがあるらしいですね。あるんですってね、はい、はいはいはい、それを押すとポッと見れて便利だよねっていうご意見をいただいたり、なるほどね、もう YouTube は一つの、ね、インフラとしても確固としたね、はい、位置を取ってますもんね。ですね、なるほど、だから、まあ、そういうことで皆さんが見やすいことをっていうのを我々もまあいろいろ勉強させていただきながら、はいはいはい、はい、日々進化してグレードアップしてるというね、やっぱいいところはね、ありがとうございます、吸収して学んで、まあ、その成果は分からないですけど、はい、コメントもねいろいろな方からこう流れて、あの通りかかる方も多分多いんでしょうね YouTube だから。そうでしょう、多分いろんな方に目にしていただいたんじゃないかな、初めて見ましたっていう方もいらっしゃったし、もちろんあの前橋のねファンの方もいらっしゃったし、関東リーグをずっと見てるっていう方もコメントくれてましたし、はい、あこれが何かつかと、あとはあのブラジルの方かな、多分世界の方からもねバンバンコメントがいただいてましたよ。あれ、コメント欄同士でポルトガル語でやり取りがあったりとか、僕たちはね、あのキャプテン翼のコンテンツが大好きなんだ、だから見ちゃうよね、ゴールやったぜ南葛とか、そうアディショナルタイムは何分なんだいってポルトガル語で来て、それを誰かが訳して4分だよ、4分だぜみんなってポルトガル語でまた書き換えてくれる人がいたりとか、嬉しいですね。いやそうなんですよ、だからこうね波及効果がバンバンこう生まれてるんじゃないかなと思いました。これはファンの皆さんの後押しのおかげでもありますよね、浅田さんね。いやー、うん、素晴らしい。あと今年のユニフォームもシンプルでかっこいいですね。そうですね、ちょっとあの、若干まだ皆さんに見れてるのか分かんないですけど、エンブレムがちょっとキラキラで、あそうなんだ、はい、へえ、エンブレムがちょっと今までプリントだったのが今回ワッペン、ちょっと実質定のワッペンみたいになりましたね。はい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 、なるほど、あれでね全然クオリティ変わってきますもんね。はい、そうですね、まあちょっとそのいろいろちょっともろもろのお話はまた裏南葛 SC で、わかりました、いろいろ選択についての課題もできましたね。ウォッシングない？ウォッシングの方の。ウォッシングの方のですね、ちょっとその課題がいっぱいあるんでですね、ちょっとまたそこは裏南葛でいろいろお話できたと。やっぱ関東2部に上がりまして昇格だからね、いろいろグレードアップ、ユニフォームもしかりかと思って、その話でね、ワッペン嬉しいなと思ったら、浅田さんには何かあるわけですね。これはぜひ裏に聞いていただきたい。わかりました。ね。歌丸石鹸の活躍はまだしてるのかとかってお話もありますけれども、そうですね、わかりましたということでございます。はい、そしてね先ほどからお便りいただいてますように、ホーム戦が待っておりますということでございますね、浅田さん。そうですね、タマさんからお答えいただいております。はい、コールリーダータマさんありがとうございます。浅田さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。新型コロナの感染拡大気になるところですが、週末はいよいよホーム開幕戦ですね。そこで SOS 浅田さんに質問ですと、先日オフィシャルサイトで感染ルールが発表されました。その中で座席は周囲との間隔を1席空けるとなっていますが、このルールを守った上でメインスタンドはこのルールを守った上での全席自由席ということなんでしょうか、ということで玉さんからいただいております。それさん、こちらいかがでしょうか。今お伝えできるのは、はい、メインスタンドは全席自由席です。なるほど、はい、そして間隔を空ける、まあ、感染対策は、はいはい、きちっとあのそのルールに乗って、はい、取ってやらさせていただくという形で対応します。わ、うん、かりました、ということでございますね。はい、はい、ありがとうございます、ご配慮いただいて。ということでいよいよホーム開幕、関東2部のね横浜タケルを迎えるということでございますけれども、浅田さん、いやー楽しみですね。常々浅田さんおっしゃってます、横浜タケルは手強いライバルだよ、手強いということをね、
楽しみな一戦、これは。猛獣の猛にね、週休の週と書いてタケルと読ます。このセンスの素晴らしさ。これ前にも対戦があるんですね。2018年に19ですね19年に、はい、はい、全国社会人大会の関東予選で対戦させていただいてますね、はい、うん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 。まあ、結果は 0-2 っていう敗戦ですので、はい、まあ、このちょっと借りを返さなきゃいけないかなと思いながらも、その時は、我々は東京都リーグ1部、そしてタケルさんは関東リーグ1部だったわけですか。あと2部ですね。2部だったのかな、はい、なるほどなるほど。今度は同じカテゴリーで相まみうということですね。が、負けられない戦いで、どんな戦い、絶対負けられないですね。どんな勝負になると思いますか。まあ、タケルさんの強みはよく分かってますので、はい、まあ、そこをいかにチームが引き出さないか、いいとこ出さないようにどうやるかっていうところと、あとはまあうちのいいとこをどれだけ出せるか。なるほど。両チームのいいとこって具体的にどんなところでしょうね、はい、観戦するにあたって。まあ、南葛は、まあ、昨年度から、まあ、持ってます、自分たちでボールを握って、はい、主導的にプレーをする、ボールは友達、はい、そうですね、うん、そこは原点というか、その、まあ、チームとしてのコンセプトは忘れないようにして、はい、やりつつ、まあ、横浜武さんは本当にこう早いカウンターで、はい、まあ、正確なキックを持ってる選手がおりますので、なるほど、まあ、そこからの配球を、まあ、出た後にどれだけこう回収できるか、そういったところが気になってくるかなと思いますけど、ね、ポイントになってくるということですね、はい、非常にただ手強いんでですね、うん、まあ、また今節も激戦になるんじゃないかなと思いますね、はい、しかしながらここで、ね、勝ち点をまたしっかり取って次につなげていきたいですもんね。そうですね、やっぱりこの一戦一戦の勝ち点の積み重ね、まあ、こういったところをきちっと取れるかどうかで、はい、まあ、シーズンの順位も決まってくると思いますので、まあ、特に前期は本当にこう一戦一戦、はい、まあ、勝ち点拾えるところはきちっと拾って、はい、で、まあ、いい試合をしたいですね、はいはい、前期は第、9節まであるということですね。全18試合ということで。そうです、はい、後期も第9節まであるということですけども、はい、第1節がもちろん終わって我々はね 2-2 のドローでアウェーで終えて勝ち点1ということなんですが、横浜タケル、はい、同じ日にね試合を行いまして、日曜日かタケルはねアベントゥーラ川口と0対1で敗れてるんですね。そうなんですよ、開幕戦タケルさん落としてるんで、はい、なおのことコンセプトが勝ちに来ると思うんですよね。はいはいはい、この強豪横浜タケルでさえ勝ち点を落としてしまう、このハイレベルな関東2部ということですか ね。本当ですね、熾烈な大変な戦いですね。そして我々のね、昇格をね過去に阻んだことのある東方チタニウムさんは東京国際大学 FC に対して 1-1 でドローで引き分けています、はい、そしてアイデンティー未来、そして埼玉サッカークラブ 2-1 でアイデンティー未来、そしてラスパ草津チャレンジャーズ対ボンズ市原、これが 0-1 でボンズ市原さん勝ってるということで、いやもう本当どの試合も1点差ゲーム、いや本当ですね、本当ですね、本当紙一重の戦いがもうどの会場も繰り広げられますので、まあ、我々も本当にこの1点の重みを大事にしながら、はいはい、まあ、守備も本当に守備陣もすごく頑張ってくれてますけども、うんうんうん、いかに失点しないように戦っていけるかなというところですね、はい、そして終盤になってきてね、やっぱりこう昇格には勝ち点 1-2 の差がね大きくなってくるんじゃないかなと、もちろんそうですね、出ますよね、思いますね、っていう意味では今回2を取りこぼしたというよりは1個取れたということをねしっかり前向きに捉える方が最初にもね言っていただきましたけど、ということですよね、始まったばっかりですから、間違いないです、ね、間違いないです、はい、ということで分かりました。ということで浅田セレクションのコーナーでございます。このコーナーは浅田さんが今の思いをですね、曲に乗せて、曲をお送りするというコーナーになっていますけど、浅田さん、まずは思いの方を一つお願いします。はい、はい、ちょっとですね、やっぱ次戦に向けて、はいはい、なんで曲がったな、はい、気持ちのスピードアップ、気持ちのスピードアップ、はい、ちょっとアップテンポの曲で、あ、なるほど、ノリノリでちょっといきたいなと、わかりました。ホーム開幕戦4月11日に向けて浅田さんの思いを乗せたこの曲を紹介しましょう。それではお願いします。マウイザミッションでフライアゲン。あ、ノリノリ、これ僕も好きですよ浅田さん、ありがとうございます。いやーマンウィズザミッション、まさにね使命を負った男たち、南葛SC、はい、そして浅田のことでもあるようなことですよね。うまいこと言いますね今日もうまいな最近切れてますねフライアゲン、もう一度飛ぼうということですから、このねビートに乗っかってねいっちゃいたいですよね浅田さん、うまいこと言いますねいやいやいや、ありがとうございます、テンション上がりますねやっぱりね、ビートに乗ってね。そうそうそう、この番組も、葛飾 FM さんの方で4月からですね、はいはい、今日からですか、
はい、今日から変わってんのかな、はあ、もしかしたら。あ、今からあの火曜日の10時からに変わってますんで、はい、早くなってますから、早くなってますんで、ね、お付き合いの方ね、一つよろしく。そうですね、お付き合いいただきたいですね。今日もちょっとあのある文書で打ち合わせに行ったらですねあ、はいはい、またやっぱり浅田さん、うん、聞いてますよって言われて、あ、ラジオね、ありがたいですね。なんかこう、はい、ご自宅に戻ってふとした時に聞いてくれてるっていうことでですね、作家関係者の方がってことですか。いや、全然、実はあの、まあ、葛飾区の行政の方、はい、葛飾の役所でお勤めの方ですね。あら、まあ、そうですか、はい、言っていただいたんですね。聞いていただいてるんですね。はい、まああの、すごくいい情報をいっぱい提供しなきゃいけないなと思って。そうですよね。いろんな方にこう、はい、中弟子の今が分かって応援していただけるような、そうですね。ね、はい、目指していきたいですし、まあシーズン中になりますけど、選手もね呼んでいただきたいなと思ってますよ、浅田さん。いやー、うん、そうですね。まあなかなか難しい、これ収録でリモートでね今日もお送りしてるんで、どっかチャンスがあればっていう。これでも難しいですよね。勝ちも負けもある中のシーズン中になかなかね。うん、これはもうプロの選手もそうだと思うんですけど、はしゃいだりしにくかったりね、ちょっと冗談も言いにくかったりね。いや、ただそこは僕はどうすればいいんだろうと思ってますけど、ね、今。ただ僕個人的な意見としては、南葛石はそこを超えてほしいチームだと思ってますけどね。特に今はアマチュアですし、応援してもらわなきゃ始まらない段階じゃないですか。もちろん分かった、もちろん練習はしてるわけですから、はい、必死に、はい、そうそうそう、別にラジオに出たから何が支障があるわけじゃないわけでしょ。勝利とは何か知ってもらうことも一つの勝利ですから、はい、ね。確かに。じゃああれですね、こう今あの楠上純平とか石井健吾が、はい、SNS で配信してちょっと怪我でまだあの離脱してますけど、あ、はいはいはい、彼らがあのこうねベンチ外のところで見えた、はい、こうその世界の光景を、うん、こう彼らに伝えてもらえる。ああ、いいですね、いいですね、楠上愛ね、はい、あ、いいじゃないですか、はい、その辺もお送りして、ちょっと浅田ウォッチングはちょっと今週聞かせてください。浅田さんの目から見えた、それは裏の方でやりますか。それは裏ですね。ね、裏は頑張れなんかっていうシーテ番組ね、はい、やらせていただいて、ネットの方で配信してウェブの方からやってますんで、はい、表では聞けない裏話もやっぱありますんでですね、うんうんうん、そこはぜひ裏の方で、はい、裏では聞けないちゃんとした話が表にありますからね。そうですよそうですよ、そうですよね、こちら両方とも面白いんです。こちらもぜひね聞いていただきたいなというふうに思っておりますよ。ぜひ浅田セレクションもね、聞きますから、はい、ということで間もなくお時間なんですけど、浅田さん、なんかこうリスナーの皆さんにお伝えしたいことだったりお願いしたいことだったりなんかありますか、とか浅田さんの思いだったり。そうですね、はい、あの今週からこう有観客で、はい、また皆さんとですね、うん、あの同じスタジアムで、うん、同じ雰囲気で皆さんに見ていただく南葛のサッカーっていうのが1年ぶりっていう形になりますので、はいはい、そうですよね、生での南葛のサッカーは見れてないわけですもん、皆さんね、はい、うん、そうですね、はい、ですんで、まあ、あのぜひご来場いただきたいなと思いますけども、はい、まあ、一方で本当にコロナ感染対策っていうところを、うん、もちろんクラブも我々もあのきちっと対策は取らさせていただきますが、はいはい、ご来場いただく皆様個々の方もですね、うん、あの皆様本当に対策をしていただいて、はい、ご無理のないような形で、うん、あの本当に楽しいサッカーを楽しく見ていただきたいということで、はい、マナーは守ってご観戦いただければなと思います。わ、うん、かりました。ぜひ、ね、はい、その辺のご協力を一つよろしくお願いします。そしてもう心の中で、ね、熱い応援と手拍子をいただければということですよね。久しぶりに浅田さんの姿もね、スタンドから見ることができますから、浅田さんがもう今は本当に多くの水をね、多くのボトルをいつもよりね運んでますので、ぜひちょっとそちら見ていただきたい。最近はですね、はい、私あの実行委員になりましたんでですね、うんうんうん、水を運ぶというよりはですね、あ、違う、もう違うんですね、浅田さん、全体のマネージメントの、かっこいい、かっこいいですね、はい、浅田さん、かっこよく言うとですね、はいはい、かっこよく言うと全体のマネージメントをさせてもらってます、はいはい、かっこよく言わないと、はい、え、かっこよく言わないとですね、雑務ということです素晴らしい、浅田さんなしにはねチーム成り立たんということみんながおっしゃってますから、ぜひみんなが光るために僕はあの影の仕事をやりますよ。素敵でございます、ありがとうございます。ということで頑張ります。また、頑張ってきていただきたいなというふうに思っております。またその結果もね来週お伝えいたしますということでございます。頑張ります。また来週お会いしましょう。これからも南葛FCの最新情報を伝えてまいります、頑張れ南葛FC、浅田さんとお送りしていきます。ぜひ来週も聞いてください、この番組の提供は、私たちは皆様のブレーンでありたい、店舗の企画設計施工の専門家、株式会社東野ブレーンズ、ポスター印刷のぼり垂れ幕、大判プリントのことなら何でもお任せ、合同会社インクマニア、北海道と南葛をつなぐ架け橋に、リフォームグッズ販売のことなら合同会社リンクの提供でお送りいたしました。それでは
また来週お会いしましょう。来週も頑張れ、せーの、中津 SC。 どうもありがとうございました。